北川大輔、北川大輔さんは演歌歌手です。NHK 歌謡コンサートの企画で結成した演歌歌手トリオ、イケメン3のメンバーでもあります。そんな北川さんは、プライベートでは結婚していて、妻、子供がいるのでしょうか。その他にも、家族構成など気になるポイントに焦点を当てて調べてみました。今回は、北川さんの結婚、家族生活に迫る内容となっているので、ぜひ最後までお付き合いください。北川大輔のプロフィール、愛称、不明、本名小野大輔、生年月日、1970年、昭和45年、9月8日。身長、176センチメートル、出身地、神奈川県足柄上郡松田町、最終学歴専修大学商学部。所属事務所北川大輔音楽事務所、牧師、北川大輔、妻の噂はあるが結婚している様子はない。北川大輔の子供時代の思い出、北川大輔の家族構成、北川大輔、妻の噂はあるが結婚している様子はない。北川大輔さんに妻がいるかいないかは不明です。この件に関し一切の情報を公開していないようなので、正確なことはわからないのが現状と言えます。そこで、ここではネット上で見られる情報や北川さんの発言、行動をもとに、結婚、妻、子供に関して考察してみることにしました。徳丸あゆみは妻ではない。北川さんの妻に関して調べると、徳丸あゆみさんという女性の名前が浮上します。YouTube には北川大輔さん徳丸あゆみさん結婚披露宴というタイトルの動画があるくらいです。これを見ると、北川大輔さんの妻は徳丸あゆみさんという方なのかと思われます。しかし、実際にその動画を見ると、どうやら同姓同名の別人のことのようです。そもそも、妻について一切情報を明かしていない北川さんが、自分たちの披露宴を YouTube で公開するとは考えにくいですよね。そもそも既婚者ではない、北川大輔さんは、結婚していないと考えられます。彼は1970年生まれなので、2024年は54歳ですから、年齢的には結婚していていい年頃ですよね。しかし、調べた限り北川さんが結婚しているという発表報道はありません。また彼がインタビューなどで嫁や結婚生活について話をしているものもないので、結婚していない可能性が高いでしょう。とはいえ、最近は芸能人でもプライベートを一切明かさない方もいます。そのため、結婚を公表していないからといって絶対に独身とも言い切れません。独身の根拠は母親と一緒にいるから、北川さんは独身と考えられますが、その裏付けとなるような根拠を探してみました。そこで一つ根拠として挙げられるのは彼が頻繁に母親と一緒に過ごしていることです。北川大輔さんは YouTube で、大チャンネルというチャンネルを運営しています。その動画には、母親と出かける動画が多いのです。例えば、令和3年元旦。実家に帰省して母と初日の出を見てきました。初詣の様子も合わせてご覧くださいという動画があります。他にも、大ちゃんの休日。小田原の魚市場食堂で母と兄と一緒にランチ。大ちゃんの休日。母といちご狩りに行ってきましたでは母親と共に兄も登場と楽しきです。
このように、母親をはじめ実家家族と動画を頻繁に撮影していることから、北川さんはオフやお正月などの大切な日は実家家族と過ごすことが多いと考えられます。なぜなら、もし仮に北川さんが結婚しているならば、もっと嫁と一緒に過ごすはずだからです。ところが、そうせず母親らとばかり過ごしているのは彼が独身だからという証拠ではないでしょうか。子供の情報はない。北川大輔さんには子供はいないと考えられます。理由は、そもそも結婚していないと思われるからです。また、彼の YouTube を見ると、子供の一特集。北川大輔が幼少期のお話を語りますなど、子供というトピックの動画は自身の幼少期の話ばかりしています。仮に北川さんが父親ならば、少しくらいは我が子について話をしても良さそうですよね。また、YouTube 以外でも、北川さんインタビューなどで子供の話をした様子は一切見られません。これらのことから、北川さんには子供はいないと考えられます。北川大輔の子供時代の思い出。北川さんは子供時代、元気でやんちゃな男の子だったようです。学校で、質問がある人、この問題わかる人、などと挙手をする場面があると、率先して手を挙げるような子供でした。しかし、実際は本当に質問があったり、回答が分かったりして挙手しているわけではないため、指名してから言うことを考えていたそうです。こういった人の注目を集めるのが好きな性格は、今の歌手という職業にも役立っているはずですね。また、子供の頃はかなりやんちゃな男の子でもありました。ある日、北川少年は駄菓子屋でパラシュートを見かけます。すると、店主がパラシュートを人形につけて高いところから落とすと面白いと説明してくれたそうです。しかし、この時北川少年は、どういうわけか、人形、と、人間を聞き間違えてしまいます。その結果、人間である彼がパラシュートを持って、自宅の2階から飛び降りてしまったのです。もちろん、おもちゃのパラシュートで人間がふわふわ落下できるはずもなく、北川少年は地面に叩きつけられてしまいました。ただしこの時、本当なら2階の屋根から地面に飛び降りようとしたところを、一度ガレージの屋根に降りてその後地面に降りるという二段階降下に予定変更したそうです。そのおかげで、ガレージの屋根がクッションになる形で落下の衝撃が和らぎ、大事には至らなかったと言います。もし、この時当初の予定のまま一気に地面まで飛び降りていたら、大怪我どころか命を失っていた可能性すらありますよね。気まぐれな予定変更により命拾いしたという、すごいお話です。北川さんは、今でもやんちゃな笑顔をしていますが、そのやんちゃさは少年時代から変わっていないのかもしれません。北川大輔の家族構成。北川大輔さんの家族構成は、父母、兄と自分の4人家族です。父親の職業などは不明ですが、北川さんは父親の勧めでゴルフを始め、本格的にプレーしていまいた。というのも、実は北川さんは大学時代にゴルフ部に所属、卒業後もプロを目指してアメリカにゴルフ留学したという経歴の持ち主です。もしかすると、父親自身もゴルフの経験があったり、趣味としてゴルフが好きな可能性がありますね。また、息子にゴルフ留学までさせられるくらいですから、ある程度高収入と考えられます。
母親は父同様に一般の方ですが、北川さんの YouTube 動画にたびたび出演しているので、ファンの間では有名人でしょう。兄に関しては、年齢が5つ上で体がとても大きいのだそうです。兄弟仲は良好ということで、兄も YouTube に時々登場します。北川家は家族皆仲がいい。